皆さんこんにちは、青木美沙子です。今日はですね、くまこ×青木美沙子ということで、すごく可愛いドールが完成いたしました。はい、ということでこちらのくまこちゃんに今日は変身するということなので、くまこちゃんメイクをしていきたいと思います。で、私は今ベースメイクだけやってる状態なんですけど、ちょっとくまこちゃんが割と、まあ、赤い髪で私寄りな感じになってはいるんですけど、私もくまこちゃんに近づきつつ、いつもの毎日メイクな感じでメイクをしていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということでくまこちゃんになるためにですね、まずメイクポーチはこちらになります。メゾンドフルールさんのポーチです。かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃお気に入りなんです。クマとね、このうさぎちゃんが入ってるこのね、メイクポーチめちゃめちゃ使いやすくて、メゾンドフルールさんでよく購入してます。はい、で、ベースメイクをまずご紹介したいんですけど、もうやっちゃってるんですけど、まずこちらになります。こちらは DHC のモイスチャーケアクリアカラーベースのグリーンをまずつけました。こちらです。それをね、まず下地につけた後に、クレドポーボーテの、ファンデーションで、クリームタイプのオールシーズン用ですね、のオークル00番、一番明るい色をつけました、上からね。で、私結構クマとか、あとちょっとニキビの跡とかがあるので、それにはこちらのコンシーラーですね、これもクレドポーボーテのコレクチュールクラブルレジューっていう部分用のファンデーションですね、これの明るいやつをこの辺とかつけました。で、最近結構マスク荒れもひどくって、私この辺にこうマスクのこのなんか部分が当たってしまって、結構この辺にもニキビというか傷というかができているので、その辺も重点的につけて、今こんな感じのお肌になっております。はい、で、ファンデーションはこちらをつけました。はい、こちらコフレドールのファンデーションになります。ちょっとね、パッケージが可愛くて割とパケ買いをしてしまったんですけど、中はねこんな感じです。結構使ってる。これね、シートがついてるんで、ファンデーションがむき出しにならないのがねめちゃめちゃいいんですけど、鏡も大きいので、まあこういう風にしてファンデーションをつけております。で、今はそこまで終わっております。あとね、カラコンもつけています。で、くまこちゃんが目が茶色かったので、まあ私も茶色のカラコンをすることが多いんですけど、最近使っているのがこのシエルっていうカラコンのシエルブラウンっていう色、このカラコンを使ってます。これはね、結構長時間つけてても全然目が痛くならなくって、本当におすすめで、ブラウン系の色味もすごく可愛いんですよね。で、ちょっとした縁もあるというか、こんな感じのカラコンになってます。結構ね、縁も大きくって 14.2 ですね、のシエルブラウンを使ってます。まずはですね、アイメイクをしていきたいんですけど、アイメイクはまずこちらです。はい、これはロム&の、ロム&のベターサイズ、ベターザンアイズドライローズのアイシャドウですね、02番つけていきます。ちょっとピンク寄りです。まあ、基本的にくまこちゃんもなんですけど、割と髪の毛がピンク系なので、赤とかピンク系だとメイクもピンクの方が映えるかなって思うので、私はアイシャドウもピンクにしてます。まずはこちらのちょっと薄めのピンクをアイホール全体につけていきたいと思います。なんか下地みたいな感じでつけます。グラデーションっぽくしたいので、こんな感じで、で、二重の幅のところにこのピンクをつけていきます。際的な、私は結構目を囲みたいので、うさぎメイク的な感じで下にも
ちょっと涙袋を強調させるためにこうつけていきます。上の方がまあ濃くつけた方が可愛いんで、上をまあ重点につけて余った色をちょっと下につけるぐらいでいいかなと思います。はい、こんな感じです。そしてこのラメちゃん、このラメちゃんですねを、この黒目の上のところにこうポンポンポンってのせます。一応くまこちゃんはそんなにメイクが濃い感じではないので、そんなになんかもうロリータの派手メイクっていう感じよりは普段の私の毎日メイクに近いかなと思います。で、このラメを目の下につけていきます。今マスク生活で多いと思うんですけど、やっぱり目ってキラッとさせたりとか、ちょっとアイシャドウを頑張る方がなんか今の時代はいいかなって思います。こんな感じで出来上がりました。で、私はちょっと眉毛をねこのまま流れで結構ゲジってるからでなんですけど、こちらです。こちらのアートクラスバイオティクス、アートクラスバイロダンブティックエディションの01番です。これは結構あのなんだっけ、影を作っていきます。私は特にちょっと鼻のあたりとかがちょっと彫りを深くしたいので、こんな感じ、ちょっとだけこう筋を入れて鼻を高く見せます。これ塗りすぎるとちょっとあの男顔になっちゃうので注意しつつ、ちょっと手でねぼかした方がいいかもしれないです。でもこんな感じです。ロム&のアイシャドウのこの茶色の部分ですねを目の際につけていきます。ちょっとアイライン気味につけます。やっぱ彫りが深くなるので、やっぱりこう茶色は重要。このアイライナーはですね、ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナーの02番ですね、ちょっとブラウン寄りのアイライナーを使っていきたいと思います。で、今回も跳ね上げるというよりもちょっと下に向く感じ、ちょっとだけ下、やっぱりそのなんかくまこちゃんの垂れ目な感じがこううるっとした感じを出していきたいので、あんまりこう跳ね上げちゃうときつい感じになっちゃうので、その辺はちょっと意識しながらアイラインを引きます。こんな感じです。やっぱりアイライナーは大事ですよね。引いた方がすごく濃い顔に見える。そしてチークをつけていきたいと思います。で、くまこちゃんのチークが割とこう目のこの際のところというか上のところについていたので、2つ使いをしていきたいと思います。まずはこちらの、両方ともラデュレのチークなんですけど、まずこちらのラデュレのミックスドブレストチークカラーの109番をつけていきます。こっちです。ちょっとねオレンジコーラルみたいな感じ、すごい底見えコスメになっちゃってるんですけど、を結構割と濃く出るので、この目の下の辺に、普通は私結構真ん中ら辺につけるんですけど、くまこちゃんはちょっとうるっとした感じで目の下にチークがある感じだったので、ちょっとそんな感じでいきます。これでもかというか幼さが出るというか、なんか可憐な感じになるので、チークはね結構つけた方がいいかも。で、上からこちらのラデュレのチークカラーなんですけど、ラデュレのチークカラー03番です。これは本当に割と薄付きな感じだからグラデーションっぽくもない、これもちょっと底見えしてるんですけど、これも目の下からこうグラデーションっぽく、そんなにねこのチークのは色がつきかないので、ちょっとなんかこうぼかす感じっていう感じかな。で、こう目の下中心につけていきます。これデジャビューのマスカラになるんですけれども、デジャビューのラッシュノックアウトエクストラボリューム E っていうボリュームマスカラつけていきます。
で、私はまつげパーマをしているので、そのままつけていきたいと思います。やっぱまつげパーマはね、ほんと便利。最近はすごく楽ちんなりました。こんな感じ、結構ボリューム感が出ると思います。はい、こちら大好きなフラワーノーズさんのラメなんですけど、これめちゃくちゃ可愛い。このラメめちゃくちゃ可愛い。これはフラワーノーズさんの、グリッターですね。で、ピンクより P05 番。パッケージがとにかく可愛い。目の下にこう全体的にこうつけてきます。やっぱラメは大事。まあ、韓国アイドルさんとかもね、必ずラメつけてますし、ね、で、私はこのラメをちょっと目の上のところにもポンポンって、黒目の上ぐらい、上は全部つけちゃうとあれなんで、ポンポンポンってつけてラメ感が出てるかなと思います。そしてリップをつけていきたいと思います。はい、まずはこちらエチュードハウスのヴィンテージブロッサムというちょっと赤っぽい色、でもそんなにね色はつかないんですけど、をまず土台につけていきます。ちょっとお人形ちゃんなので割とオーバーリップ気味。そして最後こう口角とかこの山の部分とかを仕上げるのに、こちらジューシーパン、アビュージューシーパンスパークリングティントの PK01 番。もうマスク生活になってからティントしかほぼつけないっていうくらい、ティントはマスクにつきにくいし落ちにくいのでめちゃくちゃおすすめ。ちょっとピンク寄りって感じです。で、前髪を感じで下ろして、で、くまこちゃんドール髪型を作っていきたいと思うんですけど、くまこちゃんは割と下だけ巻いている、いつもの私の巻き方みたいな感じなので下だけ巻いていきたいと思うんですけど、まず前髪からやっていきます。こちらのビダルザスのコテ、これが25ミリぐらいの割と細めのコテです。25から26ぐらいのコテを使って、これ120から180度まで上がるんですけど、120でまず前髪を作っていきたいと思います。前髪はねやっぱりロリータには大事なので、だいたい目と眉毛の間あたりにこうくるっと沿わせる感じにしていきたいと思います。こんな感じの前髪が出来上がりました。結構ね厚みのある前髪が私は好きです。で、温度を180、一番高い温度に変えていって、毛先を巻いていきたいと思います。最近ね、私まあスーパーロング気味ではあるんですけど、めちゃめちゃ毛量が多いんですけど、でもね、ちょっと毛先は5センチぐらいかな、切りました。やっぱ傷んできちゃうと、毛先だけすごく細くなっていったりとかするので、それがすごくちょっと汚く見えるというか、切れちゃうんですよね。なので、こう、毛先重めにしたくって、それでちょっと5センチくらい切って揃えました。その方がね実は巻きやすかったりするので、でやっていきたいと思います。じゃあまず毛先、私はだいたいこのくらい、ちょっと少量で一回こう挟んで、でこういう感じで巻いていきます。もう巻くときはひたすらこう巻くっていう感じですね。でも今回のくまこちゃんのメイクだと毛先だけなので、こう全体に巻くってなると本当に30分ぐらいコテと戦うって感じなんですけど、それがいらないので結構楽ですね。くまこちゃん髪型にするのはこんな感じで、下くるくるっていう感じになると可愛い。こんな感じで巻いていきたいと思います。はい、ということで巻き終わりました。こんな感じでね、毛先をくるくるんと巻いて出来上がりっていう感じです。はい、ということでこちらがくまこちゃんメイクが完成いたしました。それではくまこちゃんと同じお洋服に着替えていきたいと思います。ということで私のこのくまこちゃんメイクいかがだったでしょうか。
まあほぼほぼ毎日メイクに近いかなと思います。巻き方も全部そうだし、ちょっと強いて言うならちょっと垂れ目っぽくしたのと、チークの位置をちょっと上の方に、目の下すぐっていう感じにしてしたっていう感じです。ということで、青木美沙子でした。くもこちゃんと同じお洋服に変身した美沙子もお楽しみに。それではバイバーイ。